こちらはですね、キャンピットと言いまして、コンテナユニットの中に、キッチン、シンク、水回り関係と、あと後ろの方には簡易トイレの方を、設置してあるコンテナユニットです。こちらの方でではですね、清潔なシンクで、調理だったり、洗い物することができますし、クーラーボックスもございますので、食材の保冷でしたり、飲み物を冷やしておくことができます。こちらですね、50リッターの貯水タンクを設置しておりまして、そこから水道を使うことができまして、使った水は排水のタンクに貯められます。で、管理はその貯水タンクの貯水ということと、排水の処理をしていただければ、こうずっと循環して使えるということになります。手洗いはですね、ラップポンさんの簡易トイレの方を使用しておりまして、水を使わずに、トイレ排泄物の処理をできる、トイレを採用しております。こちらの方もですね、排泄物をこう凝固して、ラップ式で匂いも漏れないような仕組みで処理することができますし、なおかつ処理をした排泄物に関しては、燃えるゴミで捨てることができますので、非常に、使いやすいトイレになっております。